いました。声かけない方がいいかもと思って学びました。あ、いやいや、僕がちょっとそうね、ああいうところで緊張してるっていう面がありまして。ジークナオン、私も顔が映らないジークナオンっていうイベント。あ、はいはい、こっちだと映らない。クーランなんとかさ、あ、そう、クーラン、クーランさん、なんか前 CD 上げた時にフォローバックしてますって言ったから、あ、そうだったんだ、あの人の音楽聞いてみたいなと思って行ったんですけど、着いた途端に終わってしまいましたね。ツイキャスが来た、ありがたいです。一丁さんとずっと話してたんだよ、はい、ABC で、それで行ったら終わってしまって、あれみたいな。もう始まってんですか？来たかったですね。11時から始めていいんですか？もう始める？はいはい、11時から始めて大丈夫です。はいはい、はい、マイク、MC と、まあ全部上げましょうね。PC、CD1、CD2 も上げといていいです？はい、CD1。CD1 ですよね。CD1。CD1 です。CD1 が、音楽、ラジオで流れてもいいような状態にするのはどれですか？これ、これ押したら、流れていい。じゃあその状態にしておいていいです。あ、もちろん大丈夫。はいはいはい、はい、ありがとうございます。はい、上げとこうかな、これ。CD にはディアマティスが入ってんの？うん、CD には、あ、CD には何もなくて、ディアマティスはここに入ってます。あ、パソコンに。はい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 。はい、じゃあちょっと、はい、ぼちぼち40秒前ですね。はいはい。なんか設定は。始まって、スイッチも始まって、ここは触らないで大丈夫です。あっちだけ、はい、11時になった始まった、はい、どうか、はい、30秒前ですね、デジタル交流のハッピーワーでね、今日の曲は、ね、一番下に入ってるディアマルです。はい、はい、知ってます心臓がバクバク大丈夫大丈夫、予防接種みたいな感じ聞こえた、はい、はい、5秒前、これがね、始まる、デジカポヒーカフェ。始まるよ。はい、時刻は11時じゃねえや、夜の8時を回りました。久しぶりだから間違えた。東京は、あ、テンションは変えた方がいいのかしら。はい、日曜の夜8時、皆さんどうお過ごしでしょうか。お久しぶりのデイチャーコービーカフェの時間になりました。マスクマンは暇してるよ。日曜は忙しいかな。このお久しぶりと表現したのもちょっとね、今日スタジオがリニューアルして初めてなんですよね。そうなんですよね。だからマスクマンのその後ろがね、こう、めちゃめちゃ、今までと違いますね。今僕が京都になってますね。宗師になってますよね。逆方向になっててね。修行するぞ、修行するぞ。話噛み合ってないけど、とりあえず改めて今日はスタジオリニューアルしたところから。いつものことさ。はい、はいはい、改めて何回言うんだよ。ツイキャスのコメントが早速高保さんから来ていただいてますね。はい、はい、こんにちはということで、今収録時間、はい、3月11日のお昼前11時になってますね、はいはい、収録ですね、収録ですかって来てますね。はい、こんばんはです。そうですね、こんばんわんこですねありがとうございます、ね、あ、メンヘラジオからも来てます、おはようと。夏美&健太さんから見てます。メンヘラ上は忖度をしなかったという話です。あ、そうだね、うん、おはようっていう形でね、うん、今実際おはようの季節時間帯ですけどね、うん、今日はもう結構このスタイリッシュな空間からね、めちゃめちゃなんか気持ち変わりますね、はい、環境変わるとね、え、なんかおしゃれなお店の匂いがした、入ってきた時おしゃれなお店の匂いって何？匂いってあるじゃん、なんかおしゃれなお店の、ああ、なんかちょっとおしゃれなお店の匂いがした、ちょっとなんかこう、自分の服装大丈夫かなってちょっと気になるような感じ。そう、なんか心の中で舌打ちをしてしまうような空間ね。ああ、わかる、なんか
いいなみたいな感じでしょ。いいなっていうか、まあ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 どうでもいい、まあ、はい、どうでもいいんだ。いや、どうでもいいっていうか、なんか基本的に会話の外の世界だなと。ほら、高尾さんからもツイキャス来てます。コーヒーにしますか、ビールにしますかっていうことで。ああ、そうね、僕はビール飲まないんでコーヒーでお願いします。私はじゃあアールグレーで。あるし、いいですね。あ、すっかり忘れてた。今日のさゲストは、はい、初めての、はい、ラジオに出るっていうのはどんなですか。何回かある？いや、初めてです。ラジオも初めて、はい、ま、じゃあ歴史的瞬間に立ち会ってるのね、はい、素晴らしい。じゃあ改めて自己紹介をねしていただきたいんですけども、はい、今日はスタジオ収録にはマスクマンと私がいつものメンバーとして、いらっしゃいます。そこにゲストとして、はい、ゲスト、はい、先ほどからパラパラパラ、はい、少しお声が漏れてますけども、はい、改めてじゃあ自己紹介の方をお願いしていいですか。はい、はいはい、なんて今日はお呼びしたらいいのかな。綾野でお願いします。綾野さん、はい、綾野、はい、そう、綾野さんね、はい、今日何時起きだっけ。4時起きです。朝の4時に、4時に起きて、ね、俺なんか2時に起きたよ。なんで？いつもだから。2時に起きて何してんの？曲作ってました。曲？はい、今日聴けるの？その曲。それは聴けないかな。次週？次週は聴かないから、今日作ったのは適当に作ったタイプのやつだから。はい、メンヘラジオのお二方からも、綾野さん来たーということで。はじめまして。はい、高尾さん、綾野さんはじめましてということで。よろしくお願いします。緊張してます。すごい緊張してるんだね、うん、そう、実はね、タコパさんさっきね、リラックまでねっていうメッセージもね出してたのよ、はい、それはね、緊張してますっていうことで、バクバクしますっていう言葉もねちゃんと聞いてたのよ、はい、うん、なので楽しんでくださいませという素敵なコメントもタコパさんからいただいてます。はい、いや、なんかやっぱりいつもの FM ゲロワンじゃないから別の世界にいるような感じで、マスクはもう緊張してます。なんかね、後ろの綺麗な海とね、マスクマンがね、ミスマッチというか、なんだろうな、こう、違和感？マスクが咲いて作り変えた方がいいような気がするね、なんか出汁が取れそうだよね、ボロボロだよね。こちなみに、2018年ぐらいから初回から使ってますよね。え、いやもうね、これは終わるまで使おうかなって、もう終わりかなと思ってたんですけどね、僕の中では。というか、顎の一部がもうなんかね、壊死してるんだけど大丈夫だね、うん、なんかね、歯が裏返ってるし、しかもね。そうだね。はい、ということで、はい、画像を映すのは、はい、あ、もう映ってるよ。あ、いい感じで。おお、おお、っていうか、呼ぶからやめて、何回も切り返すのは。あ、俺、あ、こうしてみて、俺、金髪なんだね。うん、はい、ね。ちょっと、金髪なんだね、声がね、だけしかね、ちょっと映らないような感じも寂しいから、マスクもちょっと、ワイプでもちょっと映ったらいいのに。パラパ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 パラ、始める。もうなんかさ、どう思います、綾野さん、この人、不思議な人。ああ、ね、よかったね、優しくて癒し系かも、ある意味。ほら、もうツイッターでもリクエスト来ちゃったじゃない、綾野さんの話が聞きたいって。あ、綾野さんの話が聞きたい。そもそもなんで今日4時に起きたのかっていうことも含めてね。そうですね、うんうん、どうして4時に起きたんですか。どうして4時に起きたんですか。何時間かかるかわからないので、私基本的に長から出ないので、うん、なんか宜野湾まで何時間かかるかわからなかった。今日那覇から来たのね、はい、あ、ごめんなさい、なんか興奮してちょこちょこしちゃったよ。那覇からほふく前進で来たんですか。いや、ダッシュで来ました。ダッシュで、はい、うさぎ飛びではなくてダッシュで来た。うさぎ飛び微妙。微妙だね。ごめんね、絡みづらいでしょ。ごめんね、絡みづらいよね、正直ね。うさぎ飛びって昭和だよね。昭和ですね。あなたさ、もう、うん、いい加減この絡みトーク、もうちょっとこうクオリティ高めて、もうすごくもうなんかあってなってるから、ね、うん、ということで、はい、もう高橋さんからもいろんな形の、ツッコミも入ってますよ。巨人の星かや、うさぎ飛び、うさぎ飛び、うん、そうですね。昔ね、そう、うさぎ飛びは膝に悪いということでね、うん、はい、昔の常識がね、少しずつ時間とともにね、これは体に悪いということでね。そうそう、水飲んじゃいけないとかね。あ、そう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 、そういう意味でもね、今なんか昭和の人が平成、令和の時代にタイムスリップするドラマやってますね、グループ魂の人。ああ、なんか今ことがある、何だった、
なんとかにも程があるって、あれちょっと話題になって、忙しいにも程がある、あ、そうだったか、うん、違う、なんだっけ、なんかちょっと話題になってるみたいですが、不適切にも程がある、不適切な程がある、あ、そうだそうだ、うん、あ、すごい、高本さん、早いな、あれ面白いですね、あ、そうそうそう、にもって、あ、不適切、不適切的、え、あ、かなた、不適切なほど、はい、キングにもちょっと早野さんの話聞きたいんだよ、あ、そうね、はい、今日4時に来たんですよ、わざわざ那覇で、うん、から、うん、どうしてわざわざ那覇から4時に来たの、さっき言ったもいいよ、実は統合失調症でして、あら、見えないね、入院歴があるんですよ、え、何年間、10年間です、10年も入院してたの、はい、あれだ、大変、医療保護15回以上だと思います、ね、医療保護入院15回以上、はい、あ、出たり入ったりしてたんですか、はい、1回入って10年ですか、うん、出たり入ったりしてました。出たり入ったり。トータル10年ってこと。トータル10年。あ、うん、高いね、10年って、ね、いや、あなたは社会と戦い続けていたんだね。そうですね、孤独な戦いでした。ちなみにその統合失調症って何ってここに例えばスタジオに小学生が来てからさ、はい、聞いたらさ、花山さんに何て答える？統合失調症って何ねって。他人が悪口を言ってるとか。うん、妄想って言って、うん、悪い考えをしてしまう、症状なんですけど、私の場合幻聴が主なんですよ、うん、あと被害妄想的なこともちょっとありますね、あ、そうなんだ、なるほど、今もそんな感覚で悩むことある、幻聴が24時間聞こえるぐらいで薬を、ちょっと待ってよ、幻聴が24時間聞こえるぐらいでってぐらいでの話じゃないと思う24時間幻聴が聞こえるって言ったら相当なもんだよ、大変だよ、あ、いいな、大変だよ、そうです、ね、大変だね、大変だね、あの差し支えなければその幻聴の内容聞いてもいい、はい、なんて聞こえるの、言える範囲でいいよ、幻聴の内容は具体的なんですけど、ドラマ仕立てで、うん、好きな人と友達がデートしてるよとか、うん、あら、また、はい、これは、知り合いの声、それともなんか聞き慣れない声、ささやくような声だけど、うん、脳に鋭く突き刺さるような、鋭く突き刺さる、はい、痛いね、まあ、痛いですね、本人にとってはあの一番直面したくない現実とか、うん、自分にとっての一番 あの関心事なんでしょうね、それはね、うん、そうだね、そうかそうか、マイナスに捉えてしまうんですかね、そうですね、うん、そうかそうか、性格もあると思いますね、高橋さんからのねツイキャスのコメントがそういうふうに来てますね、まあ、さらにぜひ今後ともご自身を信じてほしいですねという素敵なコメントも高橋さんから、うん、ありがとうございます、うん、ご自身を信じて、はい、あ、そうですね、今日朝ね4時に起きてわざわざ那覇からどうやって来たんでしたっけ、バスで来ました、バスで乗り継いでわざわざこう来て、でスタジオ収録する2時間前にスタジオの場所に来て、えらい、そう俺なんか2分ぐらい前に来たのにそうですよね、びっくりしました、不適切にも程があるあ、そうだね、全く、うん、っていうか番組中に来たりとかしたよね自由人だねえ、本当に、はい、タコさんがうまいって来てます、え、何が美味しいの、え、うまい、うまいも美味しい、私かしら、私のコメントかしら、何かしら、あ、そうだよ、マスクマンにも程がある、そうだね確かに、うん、そうね、もう早速ね初対面のあの綾野さんからねマスク変えた方がいいと思いますよって突っ込まれるぐらいのマスクだからね、ペルソナを変えた方がいいですね、あのね残念ながら綾野さん、綾野さんがねそんな風に言うたんびにこの人絶対マスク変えないからさ、うん、お気に入りの、私はぬいぐるみとかずっと持ってますよ、あ、本当、はい、どれくらい持ってるの、怖いですよねいやいや怖くない怖くない、ちなみに何年ぐらい、あの、甥っ子のぬいぐるみを借りてるんですよ、借りてるのかい、そうなのね、はい、そのぬいぐるみは愛着があってお名前とかもございますござるってどこの人よ、どこの人よ、特にないですよ、パンちゃんです、パンちゃん、パンダのぬいぐるみなんですけど、抱っこすると眠くなるんですよ、安眠剤なんですね、安眠剤、何それ、あ、睡眠導入剤なんですね、ああ、いいね、なんか先生がね今日はどのぬいぐるみにするみたいなね前はパンだったから薬じゃなくて物質なんだね、そうだね、物なんだね、ぬいぐるみなんだね、それっていうことは薬じゃなくても概念上のものでも大丈夫ってことなんですね、
うん、そうなんだよ、まあ、そういう意味ではちょっとねいろいろと綾乃さんのねこの10年、はい、計10年入院したその経験っていうのは誰もが体験することがないからね、はい、そう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 語っていただきたいなと精神病院というかね、また高穂さんがね、まあ、コメントうまいな。今日なんかパンダの発見の日なんだって。パンダの発見の日、はあ、すごいね、パンダ発見の日にパンダのぬいぐるみの話ができる綾乃さんってやっぱりただものじゃないね、はい、これ何かとつながってない？何かとつながってる、はあ、なんか私多分対物性愛です。対物性愛、対物性愛って何ですか？何ですか何ですか？物に対して人間とな人間に抱くような感じで愛着を持ってしまう。マジ？極端なストレスの原因だそうです。あ、なるほど。ちょっと調べてください。多分対物性愛だった。対物性愛？へえ、そうなんだ。じゃああれだね、物語の世界に突入するのが早いってことですね。その好きなお話とかもものすごくあるんですか？好きな映画とか漫画とかそのアニメとかなんかそんなのもあるんですか？なんかすごくハマってるやつとかありました？昔あのインハラヘアってご存知ですか？ベルフェイスとか知ってる知ってる。何ですか？何ですか？それなんかインハラヘア、インハラあります？警察もの、警察もの、警察もの、あの、はい、あの侵入捜査のやつね、侵入捜査、侵入捜査、潜入捜査か、はい、主人公は俳優さん誰なんですか？アンディ・ラウです。アンディ・ラウとトニー・レオン。知ってる知ってる似てるって言われるもんね。結構リメイク権が結構高くて、最高に高くて、あの結構ヒットしたんですけど、原作はやっぱり香港なの？はい、20年前といえば、20年前、そうか、2000年代に、2004年か、そしたら2004年、うん、まだ若干ふさふさだったな、その時は。ああ、よかったね、なんか遠いところまで来てしまったね、なるほど。あ、ちなみに高橋さんも結構調べて1869年だって、パンダが発見された。1869年、明治2年、この毛皮を見せられたんだ。中国出仙町の民家で伝道中のフランス人牧師アルマン・ダビトが白と黒の奇妙な菊間の毛皮を見せられた。これが西洋でパンダが知られるきっかけとなったらしいですね。ちなみにシーラカンス、発見する前まで現地の人がまずい魚として有名だったらしいですね。そうなんですね、あれね、なんかね、水、シラカンスの肉はね、溶けるらしいね。あ、そうなの。そうそうそう。だけど、綾乃さんの話聞きたいんだよ。なんでシラカンスなのよ。出た。綾乃さんの話。で、対人、対物で、なんだっけ、物に対してすごく思い入れが強いと。そうですね、で、実際にはそういったその、まあ、ストレスからそういう風なものになるんだけども、はい、ほら病はその気からって言ってストレスそのものが、ね、病の原因だったりするんだけども、実際その病気を治すために10年間こう入院治療をした綾乃さんが体感したことを少し、まあ、今日はわざわざ、ね、朝4時に起きて乗り継いで、ね、ここに入ったその情報を、まあ、貴重ならとっても聞きたいなと思うんだけども、ちょっと僕が質問する形で答えてくれるような感じでもいい？うん、大丈夫です、じゃあ俺じゃないんだ、うるさいって、うぜえ、もううぜえ、そうほらもう高橋さんも綾乃さんの話を聞きましょうねって。そうだね、はい、言ってますよ、お母ちゃんごめん、はい、お母ちゃんってリアルの私おばさんの途中だから、ああ、ちゃう金浜さんに対して言った、金浜さんのことお母さんだと思ってた、この毛のない人、うん、っていうか綾乃さんの話聞きたいんだよ、ね、君ちょっとお口チャックしてよ、お口チャック、はいはい、どうする、あ、どうする、どうする、やせもんで、本当にどうすいませんもん、本当に。ほんでその綾乃さんのさ、はい、この入院、まあ、10年やったんだけども、はい、最後に入院をこう、あ、退院したのは、いつなの、ちなみに。退院してからもう5、6年は経ちますね。あ、マジ、あ、もう5、6年も経つんですね。スタジオに、あ、また来ましたよ、あ、新たなる患者が。あ、どうぞどうぞ、はい、いい、どうぞ座ってくださいよ。あ、こっちがいいんじゃないよ、こっちがいいんじゃない、綾乃さんの顔見ながら。おしゃれになってるでしょ、すごいよ ねということで、シャレオツの店の匂いがするよね。なすみさん登場。ケンタさんは、ケンタさんはあっち、
ャリマン。はい、シャリマン。意外な答えだね。っていうか、あのこの方の綾野さんだったっけ、綾野さんのお話をしましょうね。うんうん、そうそうそう。5、6年経つんだって、退院して。うん、でその中でも、この綾野さんが、この精神科病院でこう入院した経験をね、うん、ちょっと語っていただこうかなということを時間になっています、うんうんうん。でね、さっき打ち合わせでね、少しね、今、何を気にしてるって言ったらね、子供たちのことをすごく気にしたけども、はい、あれは どんな流れからそんな風に気になったの？甥っ子が発達障害の毛があるんですよ。発達障害、はい、正式には診断されてないんですけど、うんうん、なんか物忘れが多いとか、うん、注意散漫っていうか、お集中力が、はいはい、うん、おいくつなんですか？15歳です。あら、また盛んな時期だね。そうかそうか、なるほどね。心配だね。こういうふうに国とか社会が病気だと認定してしまったら区分けされてね、うん、別の同じ場所に入れられるからね、そういう人として認定されてね、普通の人になる機会を失わすような仕向けるからね、それは良くないね。ほいでほいで、そのおいこさんがそういう状況になって、はい、今実際に何か困ってることがあるの？困ってることっていうのは、なんか将来大人になった時に、うん、発達障害って治る場合があるとかって言われてるんですけど、うん、このまま将来発達障害治らないで、うん、社会的に生きづらさを感じない方も就職の際とか、社会に出る際に。そうね、それは個人個人の生き方次第だと思います。聞いてる、ちょっと あなたのコメントちょっとチャックしといて、ごめん聞いといて、とりあえずごめん ね、ごめんね、ともよ、うん、ちょっと評論家は少し置いとこうかな。評論家置いて、うん、あなたもよく評論家やるよね。でね、それで、はい、実際その生きづらさっていうものに関しては、さっきのその対物性愛のこのストレスが原因って、ね、言ったでしょ。おいこさんもその生きづらさからのストレスで、はい、おいこさんの場合は何かな、何を好きになりそうかな、もし対物性愛になったら。おいこさんって対物性愛、うん、おいこさんがもし対物性愛になるんだったら、ストレスと生きづらさのストレスでなるんだったら、うん、なんか お布団を持ってますね、ずっと。あ、そうなの？ぬいぐるみみたいな、お気に入りのタオルとか持ってる人いるもんね。ライナスだった、ライナス、あ、違うか、ツヌーピーなんだ、バスタオルを引きずる、わかんない。ああ、黄色い服つけてるやつ。うん、そっかそっか。名前もついてんですよ。え、その布団に？プーちゃんとか。プーちゃん。かわいい。言ってますよね。プーチンじゃなくてプーちゃんなんだ。そうか。さっきもそのパンダのパンちゃんだった？パンちゃん。あ、そうか。なるほど。この困難なことが起こるとストレスを感じるじゃない？はい、そのストレスを感じた時に、はい、こう本来だったら、まあ、困ったからということで。で誰かに相談したりとかさ、うん、ちょっと今日こんなことがあってさーって愚痴ったりとかさ、はい、なんかそういうのができるとある程度その自分の困り感ってこうした方がいいのかなっていうふうに工夫したりすることもできるけど、はい、うん、その発達のその状況に課題があって、はい、コミュニケーションがうまく取れなくて、はい、逆にそのコミュニケーションのトラブルでストレスを感じて生きづらさをこう感じたら、はい、相談することそのものもちょっとうまくできるかっていう不安があるから、うん、誰にも相談しづらくなっちゃうよね、うん、そうすると多分ご飯食べれなくなったりとかさ、うん、眠れなくなったりとか、そう、うん、そんなのになっちゃって、うん、最終的にはこのお薬で眠ったりとか、うん、お薬で食欲を増進させたりとか、うん、そんなことになると思うんだけども、綾野さんもそういった経験はある？薬で食欲が増進するとかですか？とかお薬で睡眠を促進させたりとか、はい、なんか綾野さんのルックを見るとそこら辺すごく気を使っているような感じがするんですけど、身だしなみとかって人に与える印象が違うから、うん、一応きれいにするようにはしてるけど、うん、あと話し方とか、うんうん、そうかそうか、この話は精神科医に話する、この話は警察に話する、うん、この話は金浜さんに警察なんだ、振り分けをする、そうなんだ。でマスクマンとは話しないで、実際にそのおいっ子さん がそのまま行ったら自分と同じような形になるのかなっていう不安もあったりするの？あります。
そうかそうか。そういう意味ではさっきの打ち合わせでも出てきたけども、その何、児童精神科が増えてきてるような感じがあるなみたいなことを、なんかあれって大丈夫なのっていうね、不安をされてましたけども、なんで不安を感じたの？あの折目山病院でも、うん、あの児童外来とか設けてるんですよね。そうそう、あの結構ね増えてきた、うん、そういったあの児童外来のね、はい、話がね、この前 の、 その県立聖夜病院の方もね、はい、児童精神科をこう作りますっていうことで、ほら新聞にも載ったでしょ、はいはい、どん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 児童精神科がね、民間の病院からまた公立の病院も含めてどん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 こう広がりが出ている、はい、その背景にはやっぱり心をねこう病んでしまう児童生徒が多くなっているっていうところだよね。で、僕の話をしてもいいかい？ダメだね。ダメだね。あの実際にね。ちょっとだけ話させてよ。あの GDP の豊かな国と GDP が豊かじゃない国で精神的に豊かなのは GDP が豊かじゃない国の方らしいですよ。へえ。でね、それで、ね、実際にあのこの精神科のね入院ってさ、綾野さんがほら10年間入院したっていうことなんだけども。トータルしてその10年間の中で入院するその環境を、もしかしたら甥っ子さんもそういった環境に入院するかもしれないっていうこともイメージしてるの？いや、悪く考えればきりないですけど、下手すればなんかあの学校とのでのトラブルも増えてきて、対人関係もうまくいってないんですよ。なるほど。下手したら非行の道に走るんじゃないかとか、親心になるんですよね。それ心配だな、はい、ちょっと癒しの空間として ね、はい、ね入院環境はあればいいんだけどもね、はい、そうかそうか。あ、癒しで思い出した、今日ね実はね綾野さんがね、はい、皆さんに癒しをお届けする音楽準備してきたよね。はい、スクエアブッシャーなんだっけ、沖縄ミアオールでしたかね。出したかね。出したかよ。あのディアマンテスのね、はい、沖縄ミアモーレっていう曲をですね、ちょっとあのお時間だいたい1分半ぐらいかな、流そうかなと思ったりしています。じゃあマスクマン準備の方整ったらよろしくお願いします。はい、アークテオンです。じゃなくてディアマンテスで沖縄ミアモーレ、はい、チェックされてるね。はい、これは沖縄宮モール。何やってんの、寂しいよ。一番下にあるって言ったじゃないか。選んでたんだけどね。はい、今度もういらないところエネルギーばっかり使うからさ、大事なとこ失敗すんだよ。はい、沖縄宮モール。ほら、キムタクさんからさっきの僕の兵がとてもナイスっていうコメント来てるよ。じゃあこれフェードアウトします。あれもうほらあと30秒だよ。これは完璧に金山さんのせいだ。いいえ、違います。君が綾野と入れてきたから、綾野さんの話に乗ってきたからです。はい、そうだね、はい、じゃあナスクマンが全部悪いっていうことで。いや、ま、全部じゃない、全世界流の問題をマスクマンにやる。あ、大丈夫、帰っただけじゃないって言葉を。大丈夫よ。ちょっとフェードアウトしましょうかね。ライン入力からパソコンかな。フェードアウトして、はいはいはい、ディアモンです。ちょっとすいません、ほんのちょびっとで、あと30秒ぐらいで終わりなんですね。いや、もう26分だから終わってるよ。終わってるから、あ、すいません、はい、すいません、時間の配分が苦手で、また来世。あ、高橋さん仕事の前だったんだね。高橋さんの場所変える？